人事部長 YouTuber の橋上光です今回は人材育成のコツということについてちょっとお話ししたいと思います、えー、まあ何かというとですね結論を言いますとレギュラーの法則もしくはトッププレーの法則というものについてです まあこれは勝手に私がですね、えー、法則というふうに言ってるんですけれども、まあ、これはあのマネージメント層、管理職層というよりも、どちらかというと、プレイヤーの人ですね。えー、まあ若手からまあリーダークラス、まあもしくはまあプレイングマネージャーのプレイヤー職のところの部分ですね。これについてちょっとお話をしていきたいと思います。 これはですね、まあ、例えば営業職であっても技術職であったりも、まあ、管理部門の人事務系のスタッフの方でもですね、まあ、いずれの職種においても言えることなんですけれどもレギュラーの法則というのは何かというとやはりこうレギュラーというのは試合に出る選手たちですよねスポーツでいうと。 で、このやっぱりこう試合に出る選手なのか、えー、まあサブ、まあ、補欠なのかっていうことによってですねこれはあの、まあ、スポーツのどの世界でもそうなんですけどもと特に団体スポーツなんかそうですよね。やっぱりこう出,出場できる枠が決まっているので、まあ、そこの枠に入らなければ、まあ、レギュラーになれないわけですよね。でえー、まあ例えば、 サブとして、えーまあ、控えの選手として、まあ、試合合の途中に出る場合もあったりします、まあ、スポーツによっては、ねまあ、入れ替えがあのいろいろあったりするので、まあ、一概にそのレギュラーという枠が、まあ、ちょっとね固定されてない場合もあるかもしれませんけども、まあ、いずれにしてもです、ね、こう本番の試合に出続けれる選手なのかやっぱりこう控えで、まあ、ずっとベンチを温めてる人なのかに選手なのかによってです、ねまあ、成長度がやっぱり変わってくると。 もっと言うとですね、まあ、練習はするけれども練習はするけれども試合に出てなければですねやっぱりこうこれはですね例えばまあ営業の人で言うと分かりやすいんですけども営業で言うとそのお客様とやっぱりこうね数多く会ってる方合ってる営業マンとお客様とはあんまり合っていないと。 実はですねあんまり合っていないとであの一方であのロールプレイングとかですねまあ、そういうことばっかりはやっているとでやっぱりこうお客様と数多く会っている人とロールプレイングをやっているっていう人だったらですねやっぱりこっちの人の方がですね成長していく結果を出せるっていうことにつながっていくわけですよね。でこれですね言葉を変えるとトッププレイヤーの法則 というふうにもちょっと置き換えられるんですけどもこれは何かというと私が大好きなんですね落語家さんの春風亭一之輔さんの例なんですけども年間でですね900講座900講座、まあ、900の落語を1年間で行っているという方なんですよ。えー、っと春風亭一之輔さんえー、っとこういう本ね、えー、一之輔さん 年間で900講座ですよ。900の演目をやるんですよ。まあもちろん被ってる部分もあるでしょうけども、だから一日三本ぐらいやってるっていう計算ですよ。およそ。で、その900講座やるってことは、あのまあ金銭金額の対象はあるでしょうけども、いずれにしてもお金をいただきながら900回落語してるんですよ。 で例えば前座さんのように、まあ、日々日々こうね、えー、稽古をつけてもらったりとか、まあ、練習をするっていうような、えー、人と比べればですねお金をもらいながら本番をずっとやり続けているわけなのでそりゃやっぱりこうね一之輔さんの方がさらに成長していくっていうのはなんとなくこう分かりますよね。だ本番を常にやっている人っていうのはやっぱり強いというふうに思うんですよ。 だから人材育成でもそうなんですけども、まあ、もちろん新卒社員として新入,入社してからですね、まあ、いろんなこうね現場に出す前にいろんな練習をしたりとかあまあこう、ね、研修を受けたりとかっていうこともあるでしょうで、まあ、それはそれで一定期間は必要なんでしょうけれども早くですね本番にこう向かわせるっていうことですねこれが非常に大事だということです。だから まあもっと言葉を変えるとインプットが中心である以上はですね結果が出ないわけですよ。だからアウトプットを中心にしていかなければ結果が出ないっていうことなんですよ。まあ、そういうことでやはり人材育成っていうのは、まあ、一定の期間とか、まあ、そのある程度はインプットも必要です。ねえー、練習も必要です。だけどもそれをそこを早くですねそこから早く 本番というかですね、えーまあ、実際のお客様だったりとか実際の実務だったりとかそういうことを早くさせながらしてもらいながらどん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 それをこう繰り返し繰り返しやっていくことによって当然質はこう上がっていくのでね、えー、そういうことをやっぱりこうしていくってことが、まあ、人材育成のベースに置いとかないけれ,ければですね ちょっと勘違いすするる場合もあるんですよ。人材育成って何か研修とか勉強会とかすることが、まあ、なんか人材育成みたいなふうに捉えられる場合もあるんですけども実はそうじゃないんですよね。それは一定、まあ、繰り返しますけど一定期間とか、まあ、ある程度のところではやる必要はあるんですけども、まあ、そこをですねだからまあ私の言葉で言えば、まあ、レギュラーの法則だったりとかトッププレーヤーの法則ですね。 やっぱりこう本番の場数が多い人ほど成長していく結果が出せるということになりますのでね是非、まあ、のその人材育成を行う場合にはそのことをですねちょっとこう念頭に置きながらどういうふうなこうね育成プログラムを組むのかということも考えていただくといいのかなと思っております。はいということで今回は以上になりますぜひチャンネル登録をお願いします。